トナム情報ウィークレス。各地の天気です。ハノイ、ホーチミン市では大気汚染にご注意ください。今日の幸運のヒントです。本日のメニューです。ベトナムの日本アニメ高 U23 ベトナム勝利後の交通違反、 AirPod Pro2 をベトナムで生産、ベトナム人の海外観光が急増、 HSBC がベト株予測、ベトナム株日記。ベトナムの日本アニメ高、グエン・クアン・シンさんが発表した絵画ビューティフルベトナムは、日本のアニメのようなタッチでベトナムの風景を描いたもので人気を集めています。これはラムドン省ダラットのラムビエン広場を描いたものです。グエンさんは日本のアニメ進撃の巨人など有名作品にも制作で参加されているプロのアーティストです。こちらはグエンさんが7年前に描いた作品で、ラムドン省のお寺にある天国の門と呼ばれる実在する場所を描いたものです。オンラインにアップロードするとすぐに2000人が高評価し有名になりました。他にもコントゥム省の木造教会など5つの場所を描いた連作になっていて、今後も各省に最低1つの作品を描きたいそうで、日本のアニメ作品などの仕事をしながらインスピレーションを得るために美しい場所を探して旅をしています。 U23 ベトナム勝利後の交通違反。22日、第31回東南アジア競技大会男子サッカーでベトナムが勝利した夜から朝にかけて、ホーチミン市の街路へバイクや車でお祝いに押し寄せましたが、その中で喜びすぎてならず者になってしまった人々がいて、133件の交通違反が検挙されました。当日、ホーチミン市警察の道路交通警察は交通を確保するため、100% の動員をして交通整理や違反者の取り締まりに当たりました。結果、アルコール違反42件、ノーヘル32件など合計133件の違反を取り締まりました。ベトナムではサッカーで優勝した後は、大都市では街中がバイクと車で埋め尽くされるような状態になるので、規模を考えると意外と少ないという印象です。エアポッドプロ2をベトナムで生産。アップルインサイダーのアナリストのミンチークオ氏が、エアポッドプロ2は2022年後半からベトナムで製造されると述べています。写真は2019年の中国での生産現場です。サプライチェーンの多様化に関するアップルのレポートを分析し、中国への依存を減らしていることが根拠だそうです。ベトナムでは14の省と都市に、アップルの生産パートナーの31の工場があり、約16万人の従業員がいます。これらのサプライヤーは、アップル製品用の電気パネル、カメラ、スクリーンなどの電子部品の製造と完成品の組み立てを専門としています。5月18日、 CEO のティム・クックはハム・ミンチン首相との会談で、アップルがベトナムでのサプライチェーンを拡大し、適格企業と協力してバリューチェーンに参加したいと述べています。ベトナム人の海外観光が急増。ベトナムインサイダーによりますと、ベトナムから海外ツアーを予約する観光客グループの数は前月の2から3倍に増え、ツアーだけでなく一人で海外に観光客も増加。金額面では燃料の高騰などで旅行代金は値上がりしていますが、価格をあまり気にせずサービス品質を主な基準として選択しているそうです。観光急増の背景には、韓国が6月1日よりビザ発給を再開し、さらに指定地域ではビザを免除するとしたことや、日本が6月上旬から観光業を全面的に開放することを発表したことが挙げられています。 HSBC がベト株予測、ウィーン
エクスプレスが HSBC のベト株予測を紹介しています。 HSBC によるとベトナム株指数は今年 19% 下落していますが、市場の長期的な見通しは良いそうです。上場企業の1株当たり平均利益は昨年 35% 増加し、過去数ヶ月で貿易が落ち込んだものの、ベトナム市場はシンガポールとインドネシアを上回り、タイに次ぐ東南アジアで2番目に大きな市場になりました。国内の個人投資家が取引の約 87% を占めていて、外国人はほぼ3年間市場から撤退していましたが、過去数週間で再びベトナム市場に回帰があり、ホーチミン証券取引所の大型30銘柄の7つが外国人所有の制限に達しています。全体としては外国人所有制限は 44% に対して、現在の外国人保有は約 20% の半分未満で、まだ投資余地がかなりあります。経済を牽引している輸出の伸びも好調で、3月のベトナムの輸出額は347億ドルを超え、中国最大の輸出都市である深圳の183億ドルを上回りました。米国のシンクタンクであるブルッキングス研究所の報告によると、アッパーミドルクラスに分類される人口の割合は2030年までに4倍の 20% と予想され、ベトナムはそれまでに世界で10番目に大きな消費者市場になると見込まれています。今後10年でトルコ、タイ、英国を消費で上回り、2030年までにドイツよりも大きくなる可能性が高いということです。ベトナム株日記、24日の VN インデックスは 1.2% 上昇して 1233.38 ポイントで引けました。取引時間中は朝からマイナスでしたが、引け前に上昇してプラスで終わりました。大きく下げたのは鉄鋼大手フォーハットグループで、一時ストップ安まで下がりマイナス 5% となりました。 V プレス編集部ベト株日記はマイナス 24,500 円、鉄鋼のフォーハットと不動産 FLC に安値圏に1単位ずつ注文を入れておいたのが大きく下げたため制約していました。ほとんどが最小単位ですが、これで9銘柄のポートフォリオになりました。来月もまだ持っていない代表銘柄を最小単位で拾っていきたいです。記事の URL は動画下の解説をご覧ください。今日のニュースはいかがでしたか？感想やご要望をコメントに入れていただけたら